はい、こんにちは。今回はパンチが強すぎる7人のハードパンチャーを紹介いたします。Introducing Julian the Hawk Jackson。 角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離からやや近い位置でのフックが凄まじい破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。また一発効かせた後の畳みかけも鋭かったのでした。未来のスーパースターと期待されていた22歳のテリー・ノリスがゴーアン・ジャクソンに挑戦しました。スピードで勝るノリスは快調にパンチを繰り出し、試合を支配していたように見えました。パンチを何十発浴びようとジャクソンは一発のパンチで試合をひっくり返してしまうのです。ジェラルド・マクラレンは殿堂入りのトレーナーエマニュアル・スチュワードの下でトレーニングをし、アマチュアでも傑出した実績を残し、プロ入り後デビューから10連続 KO とハードパンチャーぶりを見せつけました。マクラレンは31勝のうち29もの KO 勝利があり、そのうち1ラウンド KO がなんと20も数えるのは驚きです。マクラレンは最強のハードパンチャーのジュリアン・ジャクソンを2度 KO しております。ジャクソンは対戦相手の中でマクラレンが最強で、スピード、パワー、特にパンチングパワーがすごく、かつアウトボクシングもうまい、とんでもない才能のボクサーだとコメントしていました。ジュリアン・ジャクソンから奪った WBC 世界ミドル級王座の初防衛戦でJベルと戦いました。ゴングの後いきなりマクラレンが強烈な左のボディショットをヒットさせます。ソウルオリンピックで銀メダルに輝いたマイケル・カルバハルはプロ入り後、軽量級とは思えない破格のパンチ力で49勝のうち33もの KO を築き上げました。クールな風貌、シャープで好戦的なファイトスタイル、そして良きライバルに恵まれ、カルバハルは軽量級で初めての100万ドルファイターになりました。カルバハルは小さな石の拳と呼ばれ、特に右のパンチは強烈で、再三一発で相手をなぎ倒しました。カウサイはタイの国技ムエタイの選手でしたが、強打を見込まれボクシングに転向しました。
7戦目で敗北を喫しますが、49勝のうち43もの KO を量産し、WBA 世界スーパーフライ級王座を19回防衛しました。左ストレート、右フック、左ボディブローなどの強烈なパンチで、ほとんどの防衛戦は KO で片付けました。カオサイはタイで絶大な人気を誇っており、ファイトマネーも高かったので、ほとんどの試合をタイで行いました。タイのタイソンと呼ばれたカオサイは、7年1ヶ月世界王座に君臨し、19回目の防衛戦に勝利した後、世界王者のまま引退したのです。ロベルト・デュランは、ライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級と4階級にわたって世界王者に君臨いたしました。石の拳と呼ばれた固い拳と圧倒的な体力で KO の山を築きました。とりわけライト級時代は12度の防衛戦は全て KO 勝利で防衛しており、歴代ライト級ボクサーの中で最強と呼ばれております。ルーベン・オリバレスはデビューから23戦連続 KO 勝ちを続け、ミスターノックアウトと呼ばれました。デビュー3年目に連続 KO が途切れましたが、すぐに連続 KO を始め、2年半で30もの連続 KO を積み重ねました。オリバレスは多彩な左リードで相手を崩し、右を打ち込み、的確なコンビネーションを上下に打ち込み、ダウンを奪うのです。オリバレスの強さというのが喧伝されていただけに、金沢がいつ倒れるかと言って試合が始まったんですが、この頑張り、フリオ・セサール・チャベスはデビュー以来89連勝し、世界タイトルを3階級制覇しました。チャベスのガードは固く、ブロッキングの技術は神業で、顎はとんでもなく頑丈、さらにスタミナは桁外れです。攻撃はパワフルで、上下に強打を連打で打ってくるので、ほとんどの相手は倒されてしまうのです。どんな相手でも真っ向から受け、最後はきっちり倒すボクシングはメキシコだけでなく世界中で英雄として崇められたのです。68連勝中のチャベスは元オリンピック金メダリストで IBF 王者メルドリック・テイラーのスピードに翻弄され大苦戦します。
迎えた最終12ラウンド、 KO でしか勝ち目がないチャビスは捨て身の攻撃を開始します。